皆さんこんばんこばは俺んですでですねまあそれはいいとして今回は何をするかっていうとこれですよ。家の中でバーーベキューをしたいいと思いますでこれ知ってますこのキャプテンスタックのかなり人気になったやつなんですけどちょうどですねこの僕の持ってるフライパンにやばい今までずっと喋ってたのが取れてなかったどっから取れてないんだろう全然わかんないですけどもう一回喋りますね。 でですね下これフライパン使ってるんで上は直火でこう焼くかであとはこのアルミアルミじゃないですねクッカーっすねこれもアマゾンで買いましたこれ超安いですよ多分1500円ぐらいじゃないですかめっちゃ入ってるんですよちょっと見てくださいでこれですねアルミじゃなくてステンなんですなんでステンかっていうと洗いやすいからですで山行く人とかアウトドア行く人はアルミのやつをみんな好んで買うかもしれないですけど僕はステンレスが好きなんですよなんでスステンレスかっていうと 何でしたっけね汚れが取れやすいだ洗いやすいんですよでステンの場合だと、まあ、結構強いんですよねアルミに比べてなんでゴシゴシやってもその傷もつかないというかつきにくいですねでアルミってちょっとぶつけるとこう安いやつだとこうボコボコしちゃうんですよボコボコするとそのボコボコしたところに汚れがこう入り込んじゃってなかなかきれいにならないという ところですであとアルミは熱伝導率がすごいいいんですねんアルミの熱伝導率が悪いんだ熱伝導率が悪いからご飯を炊くような時はこう火が下から当たるじゃないですか熱伝導率が良すぎると例えばチタンみたいなやつだと熱伝導がめっちゃいいんですけどチタンでここのところに火が当たるとここのところだけですげえ焦げちゃうんですよ あれちょっと待って熱伝導率チタンが熱伝導率がいいっていうなら当たったところですぐにこうバッて拡散するから熱伝ん焦げないんじゃないどっちだったっけなまあいいやまあそんな話があるんですよそのこのクッカーの素材によってご飯を炊くのに向いてるとか調理をするのに向いてないとか,なんかそんなんがあるんですねなか気になる人は調べていただいてどっちだったっけな気になるな 熱伝導率がいいとすると、うーんと一部に当たった熱が一気に拡散するわけでしょ。放熱性がいいっていうことになるのか。そうか、放熱性がいいっていうことになるんでしょ。アルミは放熱性がいいのか。なるほど。じゃあチタンは熱伝導率が悪いっていうことか。そうなの？そうなんだろうね。きっとね。じゃあステンレスはどうなんだろう。アルミと比べて熱伝導率はいいの悪いの？ うんよくわかんないですまあいいんですまあとりあえずこれで火をつけたいと思います使うのはですねこの成形タイプのビン調理タンですで僕これすごい好きで使ってるんですけどこれなんでこれにしてるかっていうと火持ちがめちゃめちゃいいんですよその代わりめちゃめちゃつきにくいですでこんな感じになってるじゃないですか。 こうやって置いていけば全然余裕じゃないかって思うかもしんないですけどこうね例えばこう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 こんな感じで置いていけばいいじゃないみたいな感じなんですけどこれ多分2段やるととめちゃくちゃゃくずっと燃えてるんですよだからこの3つ3つぐらいでやりたいこれなんかすごいいい感じで入ってるじゃないって思うかもしんないですけどこれ僕が使いやすいように割ってるんですよねアウトドアで。 ヘダでやってますでこれでもいいんですけどじゃこれをですねうまいこと火をつけなきゃいけないんですよ家で火つけるっていうとあれだな怖いなアウトドアならね多少何があってもどうにかなるんですけどこれは結構気使うぞどうやっていこうかな多分ですねこう分かりやすくこっちで見せますとこうしようかこうやって置いて こうやって置いてですよこうやって置いてい下にこの着火剤を置けば綺麗につくんじゃないかなとちょっとやってみましょうかで僕が大好きで使っている着火剤はこれですアマゾンで大体500円ぐらいですねこれはですねめちゃくちゃいいですよ見せましょうかこうなってるんですよこんな感じね一個こんな感じですでこれ天然素材でこう鼻につく匂いがしないんですよねよしっ でこれ1個じゃなくてこれってやるとこう半分にパカーってなるんですよ経験上ですね、まあ、大体これを半分にしたやつで OK ですなんか半分うまいこと分かれなかったなまあよしだとりあえずどうします綺麗に割れなかったんでこれ1個このまま丸々やりますしょうがないねよしよしじゃあここに置いて い,いきますよここにこう真ん中に置いておいでこうっすねでこうしておいおいおおんかボロってなりそうだなでこうですよこうちょっと明かりが足りない じゃあいきますよこうしてこんな感じで簡単に火がつくんですよとりあえずですねある程度全体に火があれまで待った方がいいですよし余裕っすねでこれをうまいことここにぶっ込むよしあベストポジションだ ベストポジションですねさすが俺だはあよしよしんちょっとずれてるちょっとずれてはないですね大丈夫ですねよしこれでちょっと待ちましょう火つくかなここの上をもしかしたら これをですね、こうぐるぐる回してった方がいいかもしれないですねこうやってあまあつくでしょう。まあつくでしょう。余裕でしょう。よしじゃあちょっと待ちましょう火が消えましたついてんのかなちょっと見てみますさすがの練り便長だなでもただこう ついてないついつてるちょっとわかんないですねわかんないですけどこれはついてないんじゃないかなもう一回ぐらいやんないとダメかなどうなんだろうなさすがにさすがにダメかアウトドアだったらこれで風をめっちゃ送り込めば復活したりするんですけどさすがにね家の中だとあこれ。 ちなみにですね、気をつけなきゃいけないのが上に換気扇あるじゃないですかこの換気扇って料理の油吸い込んでるんで火花がここにでっかいのがドカンと入るとこの換気扇の中の油に火がついて火事になる可能性がありますんでこの火をあんまり高く上げない方がいいがです、まあ、そもそもやるなよって話かもしれないですけどいや叩かれるかなやばいなこれ叩かれるかもしれないな僕 YouTube で叩かれるの耐性がないんでまあ一回放っとけば。 いやそうんちょっと考えようどうしようかな見えますかさっきのキューブを2つに割ってこっちとこっちにこう置いたんすよで今度はこう縦に置いてやってみようかなと思ってますこうかこんな感じでどうでしょう こうしてこう置いてあ,あいいですね火のつきは非常にいいんですよあ,あ消えそうだな消えそうだなちょっと待った方がいいですねこう置くと 酸素の供給が結構厳しくなるんじゃないかなこんな感じですよこれでダメならちょっと考えを別のやつを持ってきます穴開きましたこんだけ穴開きゃいいっしょ暗いよしこっちで火つかなかったら次はこれを置いてやってみましょうやーべーなんかめちゃめちゃ楽しくなってきたの。うん やっぱり火つかなかなっっ、ね、うんでもこっちはちょっとついてるんですけどこれじゃ全体に火回せないですから仰げればこう風をバーってこう内ちかなんかで仰ぐことができれば話は全然別なんですよこれでもつくんですけどちょっとねこれ仰いじゃうと火の粉が飛んでいろんなとこもしかしたら。 火事になるかもしれないんで、火事になるかもしれないんでっていうか、まあそんならやるなよって話ですけど、まあ非常事態なんでねっていうことに、いやー怒られっかな。これこれ穴開けたやつなんですよ。こっちでやってみましょうか。これならいいんじゃないかな。条件は同じです。これを半分に割って、こう二つ置いてます。で、これをこう置くと。 どう,すかね、どうでしょうかねこれもちょっと置いといてみます一応こいつも本当はねこうやって縦にやるのがいいんですけどねこう穴が開いてるじゃないですかそこ空気の穴になるんで本当はこう最初立てるんですよ立てておくんですけどまあいいやさあどうですかね ここはついたんですよでやっぱりこうやって火つけるもんっぽいですねでこっちもだいたい火がついてで気になるこっちはっていうとあんまり火がついてないように見えるんですけどこれついてんですよで本来ならこれであとはもう本当は仰ぐだけなんですけど家の中なんで仰げないんですよねどうしようかなここまでやったから飯作りたいっすよねわかりますその気持ち なんでやばいなでもこれ以上炭を大きくしちゃうと危ないんですよね。本当は今これ割ってですね今度はこうやって分かりますここ穴開いてるんですよ。こう空気が通るように4つ置いてね同じようにやろうと思ったんですけど火がでかくなりすぎるんでもう今日のところはこれでやめます。これが育つかどうかですよね。火がついた方を下にして こうやってしばらく置いておきますいやーでもこれ家の中でやるってうの結構きついなきついなでもこっち側,側側面はついてるような気もしないようなうーんうーんちょっと置いといてみましょうかいや置いといてみましょうかって言って俺絶対寝るからなこれやめよう消そう 換気扇うるさくてすいませんね消しますよまあもうしょうがないですね何回も言って申し訳ないですけどこれ外だったらまず間違いなくついてるっていうことでフィニッシュいけると思うんですよほらもうジュうじゅ言ってるし竹章でもこれなかなか うまくいかないのがむしろ面白いですね。超安全に家の中でアウトドアできればねえ、これな、こう、都内の方だとバルコニーでできないんですよね。昨日やってみようかなと思って見たんですけど、上の階の人が洗濯物を外干してたんですよ。ねえ、迷惑かかっちゃうんでね。でもとはいえこの 家の中でやるのもどうかなっていうご意見はもう重々あるかとは思いますけどもどうしても我慢できなかったんですよどうしようかなこれあでもこれちょっと試してみたいなやってみようかなこんな感じでやりたいんですよこう置いてこうやってやれば多分火つくと思うんですよねこうやってね やろう2個にしてみましたこう火がね火の通り道があるんでこっちの方が火がつきやすいと思うんですよねこんな感じでねほらあこれつくでしょこれでつかなかったら諦めますつくでしょ大丈夫でしょどうですかこれ火ついてますねついてますね完璧ですねこれあとはこれをどうやって育てるかですよ どううやって育て育ようほらここまでつけばあおがなくても多分もういけるえっ、ー、とですね一番いいのはこうしてこうしてあららら,らちょっと待ってねちょっと間を空けて こうやってこうやってでこれで放置でいいはずです空気もここに入るしいいと思うんだけどなどっちの方がいいんだろうなこれ青いじゃダメなんですよ火の粉が飛んじゃって危ないから仰ぎたい うん息フーフーすればかなり良さそうですけどねちょっとこれで放置しときましょう絶対寝れないなこれつきましたね火つきましたよこれこれはいけるこれはいけるよほらカンカンっすよちょっとフーってやってましたフーってあこれはいけるな よしじゃあちょっと肉とパスタの準備をしましょうこれ普通の水です結構ですねもう暑いんですよ熱々なんですよのんびりいきましょうかのんびり置いてすぐには沸かないと思いますけど、まあ、これでもあっちでしょうまあこんなもんですよ これは今日中に飯食えんのかなでもすげえ楽しいっすよやばい楽しいっすよよし焼肉にしようと思ったんですけどちょっと時間がかかりそうなんであれにします低温調理でローストポーク作りますこれ作り方超簡単ですよかぶるぐらい水入れたら塩をちょっと多いかなっていうぐらい入れてで これ温度調節できるんですよだいたい63度63度で30分この中まで火が通ると食えるんですよでちなみに30分やっても中すごい生っぽいんですけど食えるんですよねあの殺菌は確実にできてますでこの僕が使ってるこれ結構気に入ってるんですけどこれ1時間で自動的に電源が切れるんですよなんで僕いつも1時間やってますね途中で ひっくり返してでですねこれ低温調理やるときにこういう本当はフリーザーバッグに入れてやれってみんな言うんですけどちょめんどくさくてですねフリーザーバッグなしでやってみたんですよ味変わんないですねなんで俺いつもこれでやってます油がこっちの方が抜けていい感じですこんな感じこれはもう1時間 ほってほっとくだけなんで超楽ちんですでですねローストポーク味が単調なんですよどうしてもなんでおすすめのまあソースっすよねこのローストポークのうまみはこれケッパーケッパーをちょっと刻んで一緒に食うとかあとはこれですねブラックオリーブ僕オリーブ好きなんですよでしょ であとはこれバルサミコ酢ちょっと垂らしてみたりしてでもバルサミコ酢って、まあ、そんなにめちゃ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 食い続けられるかって言ったらそうでもないですよね僕が一番おすすめなのはピクルスですよこのちっちゃいちっちゃいこういう感じのピクルスこれこの種類があればあとはあれですねあのわさびだったりとかニンニクチューブだったりとかあとはバジルペーストですねあるなちょっと持ってきますここれですよこの、S B、の S&B <laughs> この刻み青じそとか食うとやばいっすよめっちゃうまいで僕一番好きなのはこれホースラディッシュこれすごいうまいんですよねもうないから買わなきゃいけないんですけど100均にはあんまり見たことないあこれピーピー言ってますねでこれでちょうど、えー、65度になりましたよっていう印なんですよこれがグリーンになったでしょでこっから1時間すると自動的に電源が落ちるんで安全ですでただですねこれ 大流がうまくいってないんで30分経ったらこれ上下ひっくり返した方がいいですねほいこんな感じでございますでローストポークこの低温調理のローストポークうまいんですけど食い続けるときついんですよなんでちょっとフライパンで軽く炙ると味がものすごい良くなりますねなんで軽く炙るやつをこっちでやりたいんですよどうしてもこのローストポークできるの1時間かかるんでちょうどいいんじゃないですか いやーなんかちょっと楽しみだなちなみに今時間は9時ぐらい余裕っすねでもただ晩飯作り始めてもう3時間余裕で立ってますからね来ましたよ湯気分かりますこれもう熱々なんですよあちあちで火はこんな感じです全体にまだ火回ってないんですけど熱くなりますね余裕っすね食えるかって言ったらまだ全然食えないっす だけどこれ続けていけば絶対に大丈夫ですね火も順調に育ってますんで食えるかな今時間は9時半でございます飯食えんのかなこれあそうそうローストポークはこんな感じですまだまだですねもうパスタが完全にできちゃいましたローストポークはまだもうちょっとなんですけどいやもういいかなほらちょうど10時なんでまあいいでしょう 切りましょうか。こんな感じです。全然。うまいっすよ。うん、あ、うまい。うん。あ、でもまだちょっと。生っぽいかな。でも火は。 取ってるっすでですね今回は軽く炙りますんで問題ないっす急げ急げうわちょっと時間ないなうわこれちょっとまだこれさすがにちょっと生だなよしいきますよこちらをですねこう炙るわけですよあ絶対うまいだろうあっこれ絶対うまいやつだ 絶対うまいやつだあやばいローストっぽくちょっと時間が足んないですねでもですねいけるはずなんですよあなんかやっぱジュジュ言わないですねあでも見てこの焼き目やばい絶対うまいこれだよしよしでパスタって言っても つけ麺なんですよこれ百均ローソンの超うまいつけ麺つゆこれよく振って半分で全然大丈夫ですね半分入れてでこれこれ網エビでございますちょっと少ないかなもうちょっと入れよう網エビを入れてそしてこれですよ ローーストポークの炙りおやばい絶対うまい絶対うまい超テンション上がってきたこれはうまいでしょこれはうまいでしょよし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 でこれをこうトッピングですよでこれをこうしてトッピングですよでこれをこうしてトッピングだでこっちのこれもこれローストポークもうちょっとやったほうがいいな今食中毒起こせないですからね よしで完成ですすみませんなんか汚くてでもまあアウトドアなんでねこれよくないですかこれ全然余裕ですよいただきますどうだ、うん、うまいうまいやあやべえうだれ出ちゃったやべえやばいこの自粛生活中一番うまいかもしんない そしてですねこれこのどうですか炙りローストポークできますあ,あ店出せる店出せるよこれいや本当にマジでうまいおーやっぱりこう低温調理にすると硬くならないんですよ で、これもちょっとあぶるぐらいでちょうどいいんであこれはうまいなこれ見た目はあれですけどめっちゃうまいんですようーんうーんで、あとですねこれケッパーとオリーブとピクルスですね合うんですよ うわ、これは絶対うまいでしょまずこのピクルスからピクルスじゃないわケッパーからケッパー一粒ぐらいですよ一粒でも多いぐらいいただきますあ,あうまいあ,あうまいわやばいうまいうまいうん、まいうまいうまいピクルスもねこう巻いちゃったりなんかしてね やばいなこれ絶対うまいでしょこれやりますあ,あうんうんうんやっぱピクルスピクルスうまいっすねじゃあオリーブもいっときますうんうん、うん、ほっ うん、いやオリーブもうまいうんうんまうまいわすごい充実感がある晩飯だなこれまあ、作るのに4時間ぐらいかかったんですけどねうんはいというわけで皆さん 僕が毎日これやるかって言ったら多分もう二度とやらないかもしれない多分もう二度とやんないんじゃないですか大変すぎるこれはちょっと時間がかかりすぎますねまあというわけでいい息抜きになりましたあの良い子は真似しないでくださいこう火事になる可能性もありますからねというわけで現場からは以上ですでですね良い子の皆さんは火の後始末を必ずやった方がいいっす こちらですね、必ず水を張ったまあフライパン僕フライパンなんですけどこうやってこうやってあっちうわあっちあっち危ねえこうやって水つけなきゃだめですでつけるときにすげえ跳ねますんで気をつけてくださいね でこれはですねもう一晩ここの水につけとくぐらいの勢いでそうじゃないと炭ってめちゃめちゃ日持ちがいいですからねでこれであ濡らしてあもう大丈夫だっつって外に出しちゃうとなんかまだくすぶってますからそれで火事になりますからいやーこれはおすすめできないですね僕ももうやらないんでいい子は真似しないようにしてください、まあ、多分誰も真似しないと思いますけどおお よし,よし。でこっちも、これさっき使ったやつです。で、これもこうやってつけときます。で、かつですね、お風呂に水を張って、で、底の上に浮かべときます。私。そこまでやりゃ大丈夫でしょう。うだと思うんですけどね。というわけで、以上です。これアップして大丈夫かな